皆さんこんにちは、ウクレレプレイヤーの麻生洋平です。今日も麻生ラジオをやっていきたいかなと思うんですけれど、最近は聞くだけでウクレレが上手くなるラジオということで、ウクレレのちょっとしたコツというか、まあどっちかというと音楽全般に対する関する話を最近はしてるんですけれども、今日は練習について話したいと思います。やっぱり楽器を弾く方、何かの曲が弾きたいとか、そういうモチベーションでスタートすると思うんですけども、まあ単純にウクレレかっこいいからとか、ギターかっこいいから、サックスかっこいいから、何でもいいんですけれども、そう言って初めて、何かの曲を練習するわけですよね。でそうやって練習していく中でその曲が弾けるようになって、あ楽しいな、面白いなって言って、どんどん行っていくといいんですけれども、ある時こう練習が辛くなってやめてしまったりとか、その楽器二度と触らなくなってしまったりすることもあると思います。まあ、練習ってすごく良くなるためには絶対に必須なものだとは思うんですけれども、その練習のせいでやめてしまうというのはなんか本末転倒というか、もったいないので、なので、僕がおすすめするのは、とにかく練習は短い時間でやるってことですかね。長い時間練習に使わない、なんか変な話なんですけれども、その僕の周りにプロミュージシャンいっぱいいます。自分のネームで活動されてる方、サポートされてる方、毎日毎日いろんなとこ行って、知らない曲をねその場で演奏するとか、たくさんいるんですけれども、じゃあその人たち練習してるかって言ったら、練習してないですね。そもそも練習をする時間がないですね。じゃあなんでこの人たちは弾けるのかっていうのは、短い時間に集中して練習してるからです。もちろんプロになろうってする人は、その10代とか、20代前半とかまで、まあ、めちゃくちゃ時間かけて、それこそその1日のうち十何時間を音楽に費やすっていうことをやってきてるので、それができるっていうことでもあるんですけれども、じゃあ普通に、別にプロは目指さないけど、音楽を楽しみたいっていう人には、他に仕事とかやるべきことがたくさんあって、その中で楽しみとしてウクレレを弾いたり、でそして楽しみとしてウクレレを弾くために練習が必要になってくるわけですね。なので、まあ、やっぱりもともとそのウクレレ上手くなるため、ウクレレでその曲を弾くためだけにすごい長い時間かけるっていうのは難しい。なので短い時間の中でいかに集中して効率よく練習ができるかっていうのが大事になります。じゃあその効率よく練習するためにはどうしたらいいのかっていうことなんですけど、それはですね、まず練習の種類を分けます。曲を覚える練習と基礎練習に分けます。曲を覚える練習っていうのは、その自分が弾きたいモチベーションがある曲ですね。この曲を弾いて歌ってみたいなとか、このソロウクレレ弾いてみたいなっていう曲を、弾くための練習ですね。今はもう本当にインターネットがたくさんあるので、 YouTube 見ながら練習することもできますし、譜面もネットから買えますよね。ダウンロードして買ってそれを見て練習することもできると思います。これが曲を覚える練習ですね。でじゃあ基礎練習って何っていうことなんですけど、まあ、基礎練習本とか世の中にたくさん出てますけど、その基礎練習、例えば指が速く動くとか、難しいコードフォームが抑えられる、難しいフレーズが弾けるみたいな、その基礎練習あるんですけど、この基礎練習っていうのが結構くせもので、何のための基礎練習なのかっていうのを考えてあげるといいと思います。そもそももともと何がやりたいか、ウクレレを持って何がやりたいかっていうと、大体において何かの曲を弾きたいっていうのが一番ですよね。それは、カバー曲だったり自分のオリジナル曲を作るっていうこともそうなんですけど、最初僕はやっぱり曲を弾くことなんですよね。なので、曲を弾くために基礎練習をやっていくということになります。これ結構真面目な人は逆転することがあって、基礎練習をすんごいずっとやってめちゃくちゃいろんなテクニックがつくんですけど、曲は弾けないっていう人もいるんですよね。まあ、ウクレレにはそんなにないんですけど、ギターでソロ取りたいっていう人は結構このタイプが多くて、何のための基礎練習か分かんないけど、とにかく基礎練習をいっぱいやる。そうするとその要は筋肉みたいなものですね。人の体の筋肉、何に使うか分かんないけど、とにかく筋肉をつけようって言ってムッキムキになるんですけど、じゃあ実際
このスポーツをするために必要な筋肉は何なのっていうことですね。野球をするために、まあじゃあ投手ですね、ピッチャーをするために必要な筋肉と野手をするために必要な筋肉は違うはずですし、水泳選手と、うん、サッカー選手とゴルフ選手、全部必要な筋肉は全然違いますよね。体つきが皆さん違いますもんね。それと一緒で、何か曲が弾きたいっていう時に必要なテクニックっていうのは全部違うわけです。なんだろう、ゆっくりしたバラードを弾く時にテンポ200の16部を弾く必要はないわけですね。まあもちろんそのテクニックがあったら実は生きてくるんですけど、でもそれはオーバースペックっていう、そこまで必要ないよっていうことですね。なので大事なのは、自分が弾きたいなって思った曲があったとして、まずその曲を弾けるテクニックが今自分にあるかどうかっていうのを考えてあげるわけですね。で、何か自分がそのテクニック、スキルを持ってないと思ったら、それをつけるための基礎練習を選んでいく。もしくはこの課題曲はまだまだ自分には弾けないよっていう場合は、もっと手前の課題曲ですね。なので目標としてこの曲が弾きたいっていう一番のやつは必ず持ってていいと思います。で、それをじゃあ今すぐ弾けるのか、ちょっと練習するだけ今すぐ弾けるのか、それともまだ段階を経てからじゃないと弾けないのかっていうのを、まあ、分かってあげるんですね。まあそれ自分で分かるのって結構難しいと思います。なので近くの例えばウクレレ友達とかに、どういう風な曲を順番に覚えてったのとか聞いてみたり、あとは、お住まいの町に、ウクレレの先生とかいると思うんですけど、自分のレベルに合った課題曲を選んでもらって、勉強していくと。なので一番いいのは、この曲やりたいです、絶対この曲っていうのも、まあ、もちろんそれはそれでいいんですけど、この曲弾きたいんです、でこの曲を弾くためにはどうしたらいいですかっていう、そういう先生とか、あとは、まあ、先輩とか、近場の人に聞いてみて、自分のレベルに合ってるのか合ってないのか、この曲はどうなのかって聞いてみる。で、その手前に必要な曲があったらそれをやる。そして課題曲が決まったら、自分のレベルに合った課題曲なんで、まあ、自分の今弾けるものよりもちょっと難しいやつですねを見つけたら、それに必要な基礎練習は何なんだろう。例えば早弾きのパートが出てくるところだったら、メトロノームを使って指をドレミファソラシドテンポ何、100なんだろう、80ぐらいで弾けた、まあそれだと難しいかもしれないですけど、まあテンポ100にしましょうか。テンポ100で8分音符が弾けないとこの曲は弾けませんよみたいな感じだったら、その練習をする。で、基礎練習ってそれの時にすんごい役に立つんですよ。なんでかっていうと、その筋トレしたことある人、ジムとか行ったことある人分かると思うんですけど、その特定の部位をの筋肉を鍛えるためにだけすごいマシンが存在するんですよね。で、例えば胸筋を鍛える、まあなんかいろんな名前の胸筋、いろんな箇所があると思うんですけど、そこを鍛えるためのマシン、そればっかり使ってると胸筋がガッと鍛える、他のところは鍛えられないんですけど、基礎練習って全くそれと一緒で、例えば早弾きだけ鍛えたいっていうんだったら、そういう練習方法がありますし、そうじゃなくて難しいコードを抑える方法、コードチェンジを滑らかにする方法っていう基礎練習があったら、それをやってあげる。で、基礎練習を選ぶ必要もまあ時にはあるんですけど、大体においてその曲の中の、例えば1小節だったり2小節だったりする、自分が弾けない、あんまり綺麗に弾けないとこあったら、そこだけ抜き出して、そこを繰り返し繰り返し練習するですね。メトロノームなんかを使って練習してあげるとすごくいいと思います。まあメトロノームを使わないとあんま練習にならないっていう風に思ってあげてもいいかもしれないです。まあ、ちょっと練習のハードルが上がっちゃうんで使わなくても全然いいんですけれども、まあ、なるべく自分でちゃんとリズムのカウントを取りながら弾いてあげるっていうのはおすすめかなと思います。ちょっとまとめると、自分が弾きたい曲があったら、それが自分のレベルに合ってるかどうかを、確認する。まあ、先生に習ってる場合にはぜひその先生とかに聞いて確認しよう、この曲私レベル合ってますかみたいな。自分であんま判断しなくてもいいかもしれないですね。なんだろう、その山の頂上まで、その山の頂上まで登ったことない人が
私この山登れるかどうかなんてのはなかなかわからないので、その山登ったことある人が見て、あなたのこの装備と脚力ならこの山登れますよみたいなことをわかると思うので、まあ、やっぱりアドバイスを聞くっていうのはすごく大事かなと思います。で、その山を登るためにはどんな基礎練習が必要なのかなっていうのも、まあ、本当は自分で探せるといいんですけど、なかなか難しいので、いろんな人の、特に楽器は聴いてる人、特にウクレレはウクレレ仲間っていうのが多いと思うんですけど、そのウクレレ仲間の中で、自分よりちょっと上手い人を探して聴いてみるのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、ルネサンスとか、あと何だろう、日本で言うと時はそうですか、手塚治虫とかがいたところなんですけど、必ずやっぱりなんか一人で上手くなる人って意外と少ないんですよね。やっぱ仲間がいて、なんか切磋琢磨して友達と弾いて、あの人みたいに弾きたいなって思ったりとか、あの人と一緒に弾きたいななんて思って練習するとどんどん上手くなる。まあ、コミュニティで育っていくみたいなところもあるものだと思います。特に音楽はそうですね。仲間と一緒に弾くってめちゃくちゃ大事なので、まあね、周りに楽器仲間がいない場合は結構難しいんですけど、でもいろんな、なんだろう、ウクレレのイベントって日本中どこでもやってると思うので、そういったオープンマイクとか、セッションはちょっとこうハードル高いかもしれないですけど、見学しに行ってみる、まず自分で弾かずに聞きに行くとか、あと楽器屋さんとかに話聞いてみるのもいいかもしれないですね。ウクレレ仲間作りたいんですけどみたいな、まあ、あとは SNS とかでたくさんあるので、そこで仲間を作っていくと上手くなるのも早くなるんじゃないかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。